はいでは続きの方をやっていきたいと思いますマーヤです XCOM エネミーウィズンの方をプレイしております、はい えー、チュートリアルの一戦が終わりまして、今からね、ちょっと今、記事に戻ってきたところですね。はい、こちらの方でちょっといろいろ見ていきたいと思います。ちょっと操作方法はね、いまいちちょっと忘れちゃってね。はい、とりあえず研究施設。研究施設見に行きましょう。出た、名前だっただけな。ドクター・バーレン、ね。 はい、これが研究のお姉ちゃんですね。ここでエイリアンのテクノロジーやエイリアン,エイリアンそのものをですね、まあ、研究施設で、えー、研究することによっていろんな要素がアンロックされていきますね。はい、次にエンジニアリング施設。こロちゃん。ャ はい、ここですね。工場ですね、要は。素材をかき集めて、この工場で武器や兵器を開発していくといった感じですね。はい、続いて、ベースキャンプ。えっ、ー、とね、ベースキャンプは、ここ,あこ,こですね。ここで、えー、兵士を確認したりだとか、 兵士を雇用ですね何人雇用するかっていう操作を行うことができますね。で今現在の兵士を確認してみましょう。何人今12人、12人中1人が入院ですね、えー。負傷しました。ヘビーが負傷しましたね。はい、もうこの兵士をねもう手塩にかけて育てて育てて、えー、遊んでいくゲームなので、もう兵士の命はめちゃめちゃ重たいです、このゲームは。 もう使い捨てではありませんのでねもうねもう兵士が死んだ時のショックはねもう計り知れないものがありますのでね特に、えー、アイアンマンになりますともう取り返しがつきませんので慎重に進めていかなければなりませんはいとりあえずねスナイパーアあ,あいいっすね女性スナイパー好きなんよねはい でね、えー、兵士のねカスタマイズも可能です、えー。名前、ラストネーム、ニックネーム、あと言語、ロシア語とかスペイン語とかいろいろね、これ変えれますね。はいで声、人種、顔、肌の色、他ね、えー、ヘルメットだとか、アーマーデコ、えー、そういったね、いろんなところをねカスタマイズして、えー、キャラに個性を持たすことが可能ですね。なのでね、余計ね、これを何て言うんですか。 もう愛着が湧いてね死んだ時はほんまショックなんで、はい、でねとりあえずねどううしようかなとりあえず、えー、昇進したんで能力スナイパー能力、えー、ヘッドショットこれここでねアビリティを解除していく形になりますね、はい、新しい訓練,訓練中ヘッドショットはいこれでねヘッドショットのクリティカルヒットチャンスプラス30%に加え クリティカルヒット時にスナイパーのランクに基づいた追加ダメージを与えるヘッドショットが打てる。クールダウンは2ターン。まあ、こういうアビリティを、ね、アンロックしていきますね。はい、でね、えー、この彼女の体力が5プラス1、意志力が39、えー、照準が83、めっちゃいいですね。 もうこれ標準命なんでねこれ標準の値が今83ですけれどもこの値が低いとちょっとね使い物にならない兵士になってしまうんですよねでねある程度あのランクを上げるごとにあのステータスも上昇していくんですけれども初期値が低いとねもうどうしようも使えないことになってしまいますので83はでかいただちょっと意思力が弱いかな って感じですねままあ、意志力に関してはまたおいおい説明していいいいいいきたいと思いますねはい、いいですね、このスナイパー。気に入った。いいですね。アサルト来たね、いかついね。はいえー、アサルトの、えー、新しい訓練がランガンですね。ランガンを使用したターンにダッシュ後に射撃または監視を与えるクールダウンは2ターン。まあ、どういうことかと言いますと、えー、行動ポイントが2ポイントありまして、 えー、ダッシュした場合、えー、ダッシュというのはねコードポイント2ポイントを消費して、えー、遠くまで移動する手段なんですけれども、まあ、ダッシュした後にも射撃が行えるという、このアサルト特有のアビリティですね、ランガン、はいで。ステータスが体力5、意志力39、ちょっと弱いですね、で照準が63で、これはちょっとやばいですね。えー、とねあれっ あ入院してんのかこの人やねヘビーさんはいでね、えーヘビーえー、体力 3? あそうか体力4プラス1か意志力37照準が61これはもうダメですねはい <laughs> ちょっとやばいですねロケット発射のアビリティをいただきましたうーんあんまりですねこれははい 行きましょう一度ね兵士死んじゃうともう終わりですでね、えー、ミッション失敗すると世界各国でねパニックが進行していきましてね、えー、最後にはゲームオーバーになっちゃいますねはいでもゲームオーバーになっちゃうともうねもうねこれもう実況続けていく自信が私ありませんのでなんとかゲームオーバーにならずに慎重にやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします ショーストライクワン、ティスセントル。You are free to engage all hostile contacts in the AO.Don't take any chances.OK、ここか。うーん、どういこうかなこっち側かな どう展開していこうか。はいとりあえず、えー、一番初めにアサルト、これスナイパーですね。スナイパーはですね、えー、この移動、ワンポイント移動をした後は、えー、射撃できません。まあ、それはもうスナイパーライフルの特性ですね。まあ、例えば、ここにスナイパーが移動する。はいその後はもう攻撃できません。 もし攻撃したい場合はこのピストルに持ち替えて攻撃ですね。はい、とりあえず監視しましょう。スナイパーはねこの制約がありますしてね。移動した後の攻撃ができない。で、とりあえず次はこれがサポートですね。サポートもこれに行っておきましょう。OK。オッケー でヘビーさんねうーんととりあえずフルカバーをねフルカバーにつけていきましょうでアサルトうんどうしようかなまあこの辺どこうかああ そうかそうか,そうかとりあえずねこのスナイパーがねもうめちゃめちゃ強いんでこのゲームはスナイパーをいかに使っていくかというのがねポイントになってきますなのでねスナイパーをどこに配置するかというのがねめちゃめちゃ重要になってきますで移動後の射撃が不可なのでその辺も考慮しながらスナイパーの、えー、居場所ですね、まあ、射撃が通るところにスナイパーを置いていかないとダメですね まあここに置きましょう、とりあえず。まあ、ここやっとここに置くとね、ここの車線が通って、まあ、この辺まで通るかの車線が。とりあえずね、ここか、この辺に置くか、ここ置きたいな、ここ置きたいけど、敵が来たら嫌やな、とりあえずここ置いとこうか。でね、アサルトに、まずこっち行きましょう。こっち行かせようか、ここね。<'m> OK。 てなるとスナイパーをここに置く。OK。うーんとね。あかん、こんなマップ全然覚えてないわ。ちょっと待って、この建物の中にいてる可能性もあるんよね、これ。ないか、ここはないかな、とりあえず。うーんと、し、ここ行こうか。じゃあ。OK。 よし。で、スナイパーはね、もう、スナイパーライフルに持ち替えとこう。で、アサルトを走らせる。どうしよう。ここ行かれへんな。カバーがねえな。ここまで走ってもいいんやけどね。この辺におったらもう、確実に餌食になっちゃう。ここに餌食になっちゃうので、基本的にね、この黄色の線。これダッシュですね。これ2ポイント移動。 でこの青の線がワンポイント移動になってますね。でもここでダッシュしちゃうとね、もうその後行動できませんので、極力ダッシュはしないという方向で進めていかないとダメですね、えー。この青移動をした後にアクションを見るといった感じの進め方をしないと、もうね、速攻でやられちゃいます。 オッケーあーっときたきたなこのんちょっと待って建物の中いてんちゃうか建物の中から今声が聞こえたぞオッケーよしとりあえずね あーっと届いてないなマジっすかどうしようかなえーとねアサルトの一応アサルトが車線通ってますけれどもショットガンを持ってますんでねショットガンなので、えー、もう接近しないと命中率が全然出ませんってことでランガン ランアンドガンしようかなちょっと危険やここまで行こうか一ったんでここまで行ってえーちょっと待ってええ監視されてるやばいオッケーああよしどっから撃たれたあの窓の中やなうーん参ったな ヘビーをね、ここに置いて、OK、41%か。で、ヘビーのね、武器で、えー、ロケットランチャーありますね。このロケットランチャーも、えー、移動後はでき、えー、発射できません。ロケットランチャー使う場合は、えー、移動前の、要するに2ポイント、行動ポイント2ポイント消費ですかね。えー、そうやったっけちゃうかったっけどな。 まあ、あとりあえず移動後はロケットランチー打てませんので、はい。これね、普通に打ったろか。いけるやろ。ほら。おお、当たった <laughs> オッケー。よし。ちょっと待ってよ、これ、なんかここの中にいてそうやな。ここに。 降りておらんか大丈夫かこんなこと怖いなちょっとよしこっちまで行こうオッケーうーんこっちまで行くかな メルドこのねメルド今メルドありますねこのメルドの上に書いてる数字がえあと4ターン以内に回収しないと消滅しちゃうよという合図ですねでこっちのメルドがあと1ターンなんでこれもう無理やな取れへんなここまで2ポイント目に取れるかな無理かなうーんよし こいこけるか取れるかなたぶんああ回収できないおっとーああ消滅しちゃった無理やねよしじゃあねとりあえずどうしようかな一応車線は通ってるね うんスナイパー動かしたらなスナイパーが全然生きてないね全く車線通らへんあかんなこっち行こうかよしランドガンで ランガンでここまでいけるかあ無理やなでもここでこいつがおるからなどうあここまでいくかランガンでよしじゃあねここでランガンを使って、えー、とここまで2ポイント移動します OK でね射撃あ側面取ってるね 側面取ってるけど、ちょっと距離が離れてるんで、命中率が下がりますね。こっちっとこか。頼むぞ。ケ、OK、ー。よし。でね、えー、っとね、ヘビーか。 ここで監視しとこうか。監視するかもしくは、ちょっとサポートするかやな。あ、間違えた。ボタン間違えた。<laughs> あかん。自分とこ置いてもうた。もうこ、このこの、えー、スモークグレーでくことによって、えー、敵のね、えー、射撃の精度を下げるといった感じですね。逃げやがったな。 えー、当たるかーおいパニックったよおい大丈夫かよ <laughs> ま,あまあ大丈夫やろとりあえずやっぱ意志力弱いなここで射線通るかなあかんダメやねとりあえずねこれでいけるでしょこれでいけるやろ どれやオ,ーーオッケーえー、まだおるちょっと待ってまだおんのどこにおんのうわーやっぱこっちにおったかやばいぞこれはあかんおっしゃいけスナイパーいけ 当てろよしオッケーやるな、スナイパー。この子、主人公やな。今回、今回のクラシックアイアンマンの主人公、決定やな、もう。よし。どこへ中やな。ここで監視しようか。でね、ヘビーを戻そう。 フルカバーねえな。とりあえずこの辺まで。どうしようか。あ、ここいけるか。ここまで戻そうか。オーケーで、スナイパーか。ちょっとここは危険やな。とりあえず、えー、っとね。どうしよう。一旦ね。 この辺でいいか。とりあえずカバーしとかないとね。アーサルトさんパニックラントイティを頼むよ。さあどう来るか。お来ないね。あ来るか。よっしゃ当てろ当てろ当てろ。頼むぞ。 そんなとこまで来ちゃった <laughs> よーしじゃあ誰で倒そうかな43%かいけるやろどりゃ OK! Yes! はいなかなかいい感じですね。 序盤の滑り出しとしては、まあ、申し分ないかなといった感じですねまだ死者出てませんのでねはいでねやっぱ1発食らうと負傷中で入院8日やね8日間は、えー、出撃不可になってますのでうんもういかにねダメージをもらわずにクリアするっていうのがやっぱね、えー、ポイントになってきますね。はい まあ、とりあえずね今日はこの辺で終了させていただきます次回ですね内政の方をまた詳しく説明していきたいと思いますのでまたよろしければ見てくださいまやでした